シュラマル。今出張先の茨城に到着。これから商談と会食だよ。ご苦労様。片道2時間かかったから疲れた。ケンジは今日お休みだったよね。そうだよ。とりあえず家の掃除でもしようと思ってる。昨日帰ったら部屋がひどく散らかってたからね。ごめん、出張の準備でバタバタしてて。まあいいよ、最近本当に忙しそうだもんね。いつも気遣ってくれてありがとう。お土産ちゃんと買って帰るからってことで商談してくるね。ケンジと小春の LINE。 ケンジちょっといい？おお、姉貴か。俺に連絡してくるなんて珍しいな。頼み事があって。今日は日曜日だから休みだよね。休みだけど急にどうしたんだ？実は今日子供たちを連れてディズニーに行く予定だったんだけど、急に仕事になっちゃって、ケンジに連れて行ってもらおうと思ってさ。え、俺が？旦那も仕事らしくてさ、子供たちは行く気満々になってるから中止にしたらかわいそうだし。そういうことか。まあ特に予定はないしいいよ。たまには甥っ子姪っ子と遊んであげないとな。サンキュー。夕方くらいには仕事終わるから、そしたら私も駆けつけるから、それまでよろしく。なんかクタクタになりそうだな。小学生のパワーすごいからね。まあたまにはいいんじゃない。いい運動になるよ。そうだな。ちなみに今日はアキナちゃんもいるの？いや、アキナは出張に行ってる。そうなんだ。日曜日に出張とか大変なんだね。本当に出張なのかわからないけどな。え？なんでもない、こっちの話だ。じゃあ準備したらケンジの家まで送っていくから、よろしく。ケンジとアキナの LINE。 やっと商談終わったよ。なんとか契約がまとまってよかった。お疲れ様。それはよかったな。もう部屋の掃除は終わった？あ、終わったよ。お疲れ様。今は何してるの？ちょっと買い物に出てるよ。そうなんだ。私はこれから会議して夕方くらいから会食だよ。おいしいもの食べられるのはいいけど、取引先もいるから気を使うのよね。そうだよな。まあ仕事のうちだもんな。そうなのよね。まあ会議と会食頑張ってな。じゃあね。ケンジと小春の LINE。 ケンジお疲れ様。私もディズニーに着いたよ。思ったより早かったんだな。うん、早く帰れたんだよ。子供たちいい子にしてる？子供たちもめちゃくちゃ楽しんでるよ。何より俺が一番楽しんでるかも。あはは、そりゃよかった。アキナちゃんも一緒だったから負担も少なくてよかったね。え、アキナは出張だからいないよ。朝に伝えたじゃん。え、今ディズニーの中に入ったんだけど、アキナちゃんいたよ。見間違いじゃないのか？絶対合ってるよ。今ジェラート屋に並んでるよ。ちょうど話しかけようかと思ってたところだったの。そのまま話しかけずにいてくれ。そして俺たちと合流しよう。合流したら俺が確認しに行くから。うん、わかった。やっと証拠をつかめるかもしれない。証拠？なんでもない、こっちの話だ。じゃあ俺たちの場所は LINE で送るからよろしくな。ケンジとアキナの LINE。 お疲れ様。会食はどう？料理も美味しいし、取引先も喜んでるみたいだよ。へえ、取引先の人と食べるジェラートは美味しいかい？え？まさか取引先との会食をディズニーランドでしてるなんて思わなかったよ。何言ってんのよ。ディズニーランドなんかにいないよ。出張で茨城に来てるんだから。ディズニーランドって茨城にあったっけ？ディズニーランドから離れてよ。どうして焦ってんの？もしかして図星だから？さっきから意味不明。あー、取引先の人がトイレから帰ってきたから、またね。ケンジと小春の LINE。 どうだった？間違いない、アキナだったよ。でも茨城に出張してるはずじゃん。嘘だったんだろ。道理で最近おかしいと思ってたんだ。浮気の匂いはしてたんだが、証拠がつかめずにいたんだよ。そうだったのね。まさかこんなところで見かけるなんて。まさに奇跡だな。神様が知らせてくれたんだろ。さっきアキナに連絡したらめちゃくちゃ動揺してたよ。今から話しかけてみようと思う。突撃するのね。それしかないだろってことで、子供たちはよろしく。じゃあな。ケンジと小春の LINE。 姉貴、アキナを見失ってしまったぜ。え？バレないように近づいたんだが、ギリギリで気づかれたみたいで走って逃げられた。人混みに紛れてわからなくなったんだ。もしアキナらしい人を目撃したら教えてくれ。頼むよ。ケンジとアキナの LINE。
まったく逃げ足の早いやつだな。いい加減認めたらどうだ。何のことかわからないんだけど。ふざけるな。ディズニーランドで男と浮気してるだろう。俺はこの目で見てるんだ。人違いでしょ。私は茨城にいるんだから。そんな嘘はもう通用しない。浮気を認めろ。実はさ、会食の予定がディズニーランドに変更になっちゃったの。誤解を招きそうだから言い出せなかっただけよ。よくそんな嘘を平気でつけるな。最近怪しいと思ってたんだ。帰りも遅いし、泊まりがけの出張も一気に増えた。それは仕事が忙しいんだから仕方ないでしょ。それだけじゃない。この前同期がお前らしき女が男とホテルから手をつないで出てきたと言っていたよ。そんなの人違いよ。それに今日掃除してたら見たこともないようなセクシーなランジェリーまで出てきたぞ。それは最近ご無沙汰だからあなたを誘おうと思ったのよ。そういうあんたこそ浮気してるんじゃないの。どうして男一人でディズニーランドなんかにいるのよ。姉貴に頼まれたんだ。姉貴が子供と行く予定だったのに仕事になったらしく、一緒に行ってやってくれと頼まれたんだ。そうなの。甥っ子と姪っ子を連れて遊びに来てただけだ。お前みたいな不純な遊びをしているやつと一緒にしないでくれ。私だって不純な遊びじゃないから。取引先の人がディズニーランドが好きって言うからこんな展開になっただけで。へえ、取引先って設定の浮気相手の山田だろ。え、なんでそれを。山田なら今俺の隣にいるぜ。姉貴と俺で絞ってやったから放心状態になってるよ。ちょっと待って、どういうこと。実はな、山田ってやつは姉貴の会社の後輩なんだ。え、マジで。すげえ偶然だよな。しかも本当ついてないやつだよ。サボりがこんなところでバレるなんてな。サボり。本当は山田が今日出勤予定だったらしいんだ。しかし体調不良だと嘘ついて仕事を休んだ。だから姉貴が出勤することになったんだ。もちろん姉貴ブチギレ。元ヤンだけあって迫力やばかったぜ。まさかそんなつながりがあったなんて。山田の野郎、号泣しながら謝ってたよ。その勢いで浮気のことを聞いたらあっさりと認めやがったよ。そんな。姉貴はお前にもブチギレしてるからな。え？そりゃそうだろ。山田は仕事だからと断ったみたいだが、お前がしつこく迫ったらしいな。覚えてないわ。お前のわがままのせいで姉貴が休日出勤になったんだ。そりゃ雷を落とされるよな。お姉さん怖いよ。まさかこんなことになるなんて思ってなかったから。まあそのおかげで俺は浮気の証拠をつかめたんだけど。それと俺を怒らせたらある意味姉貴より怖いぜ。徹底的に戦って慰謝料もらうからな。え、慰謝料。当たり前だろ。お前とはもう離婚だ。証拠は十二分に揃ってるからな。覚悟しておけよ。ごめんなさい、反省してるので許してください。許せるわけないだろう。山田と幸せになってくれ。あ、ちなみに山田には妻子がいるらしいぞ。お前には何て言ってるのか知らないけど。え、そんなの聞いたことないんだけど。こりゃ大騒動になりそうだな。まあ俺はもらえるもんだけもらえりゃいいから、あとは弁護士を通して連絡するよ。さようなら。ちょっと待ってよ、私どうなってしまうの。お願いだから見捨てないで。その後、姉貴がアキナを呼び出して大説教を食らわしたそうです。泣きながら謝罪していたとか。僕は話すこともないので一足先に帰ってアキナの荷物をまとめて家の外に出しました。帰宅したアキナは泣きながら土下座をしてきましたが、そんなもの全く心に響きません。離婚届を書いてもらい、すぐに出て行ってもらいました。そして弁護士を通して慰謝料を請求しました。結局なけなしの貯金を全て下ろして支払ってもらいました。気になる山田との関係ですが、もともとアキナとは遊びだったようで、すぐに捨てられたようです。山田の奥さんとも会ったようですが、かなりきつい性格のようで、身長が縮むくらいのお叱りを受けたそうです。山田は毎日奥さんに土下座をする日々を送っているらしいですが、ゴミのように扱われているそうです。奥さん曰く、あえて離婚せずに生き地獄を味わわすつもりのようです。アキナは精神的に病んでしまい、会社も辞めて実家に帰ったそうです。両親にも呆れられているようで、部屋に引きこもっているのだとか。自業自得でしょう。クズ嫁とお別れできてよかったです。
しばらく恋愛はお休みしますが、いつか浮気をしない素敵な人と温かい家庭を築くことを夢見て、第二の人生をスタートしています。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。